はい、今日はね、はい、緊急特別会、はい、高橋くんをね、はい、ちょっとドッキリにかけてやろうかなと、はい、ね、あの人普段から言ってるじゃん、はい、なんか女の子がね、例えば襲われたら、はい、見たら絶対俺助けるよとか、はい、やったるって、ね、やったるって言ってるけど、はい、本当にやるかどうかっていうのをね、はい、検証ですね。やると思うだけど、いや、わからん。結構ね、その場になるとね、うん、見て見ぬふりするんじゃねえかなと思う。逃げる可能性もあるでしょう、うん、俺はね、そっちだと思う、うんうん、で今日はね、はい、あなたの今日ルーティーン取るから、はい、で今日来るんだよ、もうこの後。ああ、はい、高橋さんあとね、はい、多分ね、20分ぐらいかな、はいはい、来るから、はい、ちょっとドッキリ仕掛けよう。わかりました、うん、で、はい、今日はね、演者さん呼んでるから、はい、あ、はい、あ演者さんちょっとね、いろいろちょっとミーティングしますよ。はい、おはようございます。すいません、今日は。おはようございます。はい、襲う方と襲われる方。あ、そうです。そうだね。今日はもう、あの内容は今からちょっと説明するんで、はい、あのしっかりやっていただいて。あ、こちらこそお願いします。大丈夫です。危なくなったらね、あの一応術は学びましたんで、はい、危なくなったら、はい、あの自分たち行きますんで、はい、だけどね、多分ね、俺ね、口だけだと思うんだよね、うん、実際やんないと思う俺、うん、逃げると思う、うん、逃げると思う、うん、あの多分見て見ぬふりするんじゃないかなと、うんうん、もうしょっちゅう言ってるからね、あのもうや見たらやったり俺は、うんうん、ね、でそんな感じでやってみましょう。わかりました、はい、お願いします。ちょっと電話するわ、はい、高橋君に、はい、これ番号見せれんからね。はいはい。あ、早いね電話。あの今日さ、チャイアクとのルーティーン取るの分かってる？うん、分かってるよ。ああ、どれぐらいで来れそう？30分ぐらいかな。30分ぐらい？いい。ああ、大丈夫大丈夫、うん、じゃあよろしく。来るよ、はい、うん。チャガイフ何やっとる？あ、ルーティーンで、うん、だからさ、前言ったようにルーティーンやっぱりちょっとしっかりやんないと、プロモーションだから。そう、うん、だからその専務の話しっかり聞いてさ、で結構遅刻が多いって最近聞いとるで、3回連続遅刻、うん、どう思う専務それ？まあそれはビシッとした方がいいんじゃない？さすがにこれはね、まあまあ、チャガイフにね、3回連続遅刻っていうのは、まあ、そのポケットつかんでもどうかと思うし、さすがに、さすがにそれちょっとまずいんじゃないかって。まあいいや、ちょっといいよ、聞き取りなしでルーティン取ろう。いや、それじゃあ、ちょっと座って、トーク見つめようか。トーク見つめて、かっこいい感じ。そうそうそう、いいね。ああ、背景いいね。あ、いい感じね。うん。で、専務ちょっと座って。だから専務とはやっぱり、ああ、いいね。もうちょっと後ろかな。ドライーリン、これめっちゃかっこいいよ。いいもう笑っとるせんダメだからね。いや、そこもまたチャガイフの良さはその照れてるんだからさ。あ、なるほど。そういうとこ女の子喜ぶ。照れて話すじゃん、パッてやって、その照れて笑ってしまったってとか可愛いってなる。あ、なるほど。で、それ全部いいよ、チャガイフ。あ、いいね、めっちゃいい、チャガイフ。あ、いいねかっこいいよ、全部。うん、これチャガイフ見て。何やっとる？何やっとる？ちょっと警察呼んで。警察、何こいつ、警察呼んで。高橋、何？じゃ、ドッキリドッキリだって。ドッキリだってドッキリです。マジになってるやん。真剣になってる。ドッキリだって。そら、ナイフはいかんて。ナイフ持っとったで、今。ナイフは持っとった。大丈夫ですか？インチャさん、ちょっと待って。そうそうそう、俺らがね、今日やっとったんだって。頼んだんだって。ちょっと待って。あの人も？そうインチャさん。インチャいやいやいや、怪我してない？あ、一応大丈夫ですか？いや、左肺がモル入ったからさ、ちょっとやっぱり、でも来ました。いや、ここ入ってるんですよ、ここが、はい、もう信用できんて、自分ら。マジで。ドッキドッキ。検証。そうです、そうです。いつも普段、いや普段から言ってるでしょ、高橋。さすがに女の子やられとったら俺行くしかないし。いや、俺口だけかなと思って。ああ。
やマジ分からんわ。じゃあ一瞬でドッキリかと思ったよ。でナイフ持っとったじゃん。だからもうこナイフ出た瞬間もうスイッチ入った。あれ おもちゃです。いやそれないで引っかかりましたね。いやいや本当に来ると思った。僕はね結構見てみる。逃げるかと思った僕は。いやいやさすがに目の前でしょう。いいからしゃあないでしょう。だってね女の子襲われたから。そうやな。ドッキリドッキリ。いやいやもうちょっと信用できんりんこれは。さすがに。結構簡単に決めたね。いやいやいやだって今後さだってさリアルでさそういう時あった時さドッキリかと思うじゃん。ああそうですね。逆によくらそしたら。ナイフちゃって俺も途中ドッキリだと思ったよ。わざらしいってあって振った時ナイフ持っとったから。いやこれガチでやんないとやべえなと思って。いやいつもさ結構、これやってあれやってって言われる方が多いから、たまにちょっと引っ掛けてやらないかな、いやこれはこれはないでしょ自分ら。さすがにビビったってマジで。演者さんと初めてねえスタントマンか。スタントマンです。あ、そうです。あ、だってさ、だけど多分いやもう動きがさ俺と絡んだ時普通すぐやられるんだけど、もうハイキックやったの初めこうやってね、こうやってこうやってグッとさハイキックやった時もう素手でかわしてたから、これただもんじゃねえなと思って。まあ、高橋光雄がかっこよくやってるじゃん。まあまあまあね。でも聞きましたよ本当。いやいやいやまあまあまあちょ怪我がないかどうかって思ったのよ。やってる時にさ2人が来ないからさ、どうしたってこっちね、その防寒灯でやっててぼーっとしてるからどうしたって警察呼んでって俺言ったよね。もうちょっとでもう閉めるぐらいのとこでやこれやばいからやろう。じゃあそれ下手したら後遺症残るような怪我あるかもしれないからさ。大丈夫でした。あ大丈夫でした。え自分も結構これ成功したんじゃないか。成功大成功、もうマジもうもうもうこんなもんにして。はい、これからまた来ますけど。いや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 、ドッキリまた仕掛けますから。さすがにナイフはビビったわ。素手だったらね別に平常心だけどさ、バーってナイフ持っとったから危ないって。まあこんな感じでいいんじゃない。ああ分かった。また大成功ですね。大成功。ちょもうマジでもうやめて。マジでもうこれ最後にして、はい、危ないから怪我させたら、はい、うん、もうこれね動画できないから怪我させたら、はい、かっこいいよ全部。うん、これじゃあ読みて。何やっとる何やっとる何やっとる。